バジェットレンタカーはアメリカのレンタカー会社であり、1958年にモーリス・マーキンによりカリフォルニア州ロサンジェルスで創業された。本社はニュージャージー州パーシパニー、トロイヒルズである。10代の車で空港レンタカー会社を創業し、バジェットという名前は1日あたりの料金や距離によるレンタル費を他社より下げたところから付けられた。 マーキンは1959年にジュリウス・レーデラー氏と合併した。1960年に本社をイリノイ州シカゴへ移転し、レンタカーの台数をフランチャイズと直営店で伸ばした。やがてトランスアメリカ社に吸収され、1986年に経営人と選ばれた投資家によるデワレッジ・ド・バイ・アウトでギボンズとグリーン・とバン・アメロンゲン・リミテッドに買収された。 1987年に株式を公開する。1997年にはチームレンタルグループに買収され、バジェットグループの称号を取得された。2002年にはエアビスを所有する先ン,ンとコーポレーションへ資産が売却された。2006年9月には4社に分割される。不動産部門は、リールジー、リゾート会員権部門は、 ウィンダムワールドワイド旅行代理店部門はトラベルポートである。現在先人と社は自動車レンタル事業に特化している。バジェットレンタカーのロゴ入りキーホルダー、西日本地方の石油元売り会社進出口のグループ会社である株式会社エデックスオートジャパンが1985年より九州と山口県でバジェットレンタカーブランドで事業を行っている。同社は 米国バジェットの、いわゆるナショナルフランチャイジーとして、海外レンタカーの予約や日本語の公式サイトの運営を行っている。また、同社市会社の株式会社バジェットレンタカー四国が、四国、岡山県で各地の自和石油販売会社などの子会社を通じて、東海地方、兵庫県、沖縄県においても展開している。かつてはオリックスが1985年に、 株式会社バジェットレンタカーを設立し、新出口と同時期に東京都内で店舗展開していたが、1991年3月29日に商標契約を更新せずに満了したことで、オリックスレンタカーブランドへ解消。独自の成長を遂げて2005年1月にオリックス自動車に経営統合されている。元々は、ネッツトヨタ高松と、 トヨタカローラ香川が出資していたフランチャイジーだったが、2017年に、イデックスオートジャパンが、ネッツ高松保有の全株式とカローラ、香川保有の過半数の株式を取得して子会社化した。ありがとうございます。